上下左右自由自在マッスルバックアイアン。はい、みなさんこんにちは。えー、今回本間の T. W. 七五七 B. 持ってきました。はい。はい。こんな感じでございます。はい。えっと、これ系でね、結構多いのは。マッスルバックアイアンのように見せて、実は中空で優しくて飛距離も出るっていうのはね。結構多いですけども。も これは、えー、とガチの、えー、マッスルバッグでございます、はい、ただねここにこうタングステンのスクリューが入っててそれがこう穴になっているので、まあ、空洞部分はあるので、まあ、中空といえば中空かもしれませんけど、まあ、この辺はぎっしり、えー、お肉が詰まっておりますので、えー、マッスルバッグというくくりで良いんじゃないでしょうか、はい、見た目もかっこいいですね、はい、もうこうバッグに入ってるだけでも どうえー、っと顔えー、っとねコンパクトさは、えー、他のね本間の TW757 シリーズ全部一緒なんですけどもこのヘッドサイズは757シリーズねそのままにこのねトップブレードだったりこれはもうペラペラに薄いですそれからここのねリーディングエッジ結構こう丸くなっていて。 直進安定性っていうよりはこう左右にね球をインテンショナルにこう曲げていくような感じの顔つきになっておりますソールもね結構薄いんでこれしっかりダウンブローに打っていってターフを取っていくそれからライがねベアグランドだったりラフだったりっていうところでこの抜けの良さっていうのもねこれまあその代わりですよちょっとこれソールかなり狭いのでしっかりとクリーンにねダウンブローにしかもボールに打ってかないと 厳しいんじゃないかなと思います。それでは打ってみたいと思います。うん、打感も。かなり。こう。ボール。重さを感じます。もう勝手に飛んでってくれるってよりは。ガンって打って、そこから。しっかりこう。運んでいかないと。まともに飛んでってくれる感じしません。 もうマッスルバックですね,、えー、とね操作性も、えー、と良いというよりはもう本当にもにこのぐらいのハンドル操作でピュンピンピンとこうあの曲がってってくれる車みたいな感じでかなり鋭いです。はい、これはねちゃんとした、えー、技術を持ってちゃんと打たないと曲がりすぎたりとかねしちゃうと思います。一応ドローとフェードもね打ってみたいと思います。フェードいきますよ い,いフェード低い球も行ってみましょう,かうんもう低い球とかめっちゃイメージ湧くなちょっと右目に置いて半インチぐらい短く持って、えー、と傾斜とか、えー、ライがねちょっとベアグラウンドだったり悪い時とかね風が強い時とかいいでしょうね。 いいっすねちょっと低めに飛び出してシュッとこうホップしてくる感じでキャッとボール止まってますねはい、はい、えっ、ー、とスペックはですね,ロフトが33度ですね最近のあのアイアンの標準ロフトからすると結構寝てる方ですね一昔前は34度だったのでもう本当に前のアイアンのロフトに近いかなと 思いますなので飛距離っていうのはねもう本当にあの従来通りに飛距離っていうかねすごく飛ぶっていう感じはないですけども操作性打感、雷傾斜風この辺のね対応能力っていうのが抜群に、えー、高いアイアンということになります。はい、TW757B でした